パムメールが届いた。物語が始まる予感。念のため送信者のアドレスをググってみた結果、同じ文面が届いている人がいるな。スパムであることは確定。そして早速返信。まずは手始めに。私はタケルではございません。人違いではないでしょうか。さあここからどう面白い展開に持っていくか。失礼しました。どうやら間違えて送ってしまったようです。わざわざ教えてくださってありがとうございます。それでは失礼します。パスタでも食おうかな。免許の更新に来た。免許証の写真いい感じに撮れるといいな。最近二重顎が目立ってきたんだよね。次の人どうぞ。もうちょっと顎を下げられます？はい、じゃあ撮りますよ。お前さ、いい加減ダイエットしたら。はぁ、俺は絶賛ダイエット中なの。野菜最中なんだか、一つ見て当然だろ。そんな努力してる人に対して失礼だと思うんか。ダイエットしてんならその手に持ったチョコバーは何なんだよ。今日は一日頑張ったからいいの。亡くなった祖母が夢に出てきた。久しぶりに顔が見れて嬉しいわ。まさしく、もう行くわね。俺もばあちゃんに会えてよかったよ。ばあちゃん、夢でも俺の名前間違えてたな。まさしは父の名前である。錬金12日目の朝。コピー。これが高速道路を走っていた時の出来事。その日は例年より寒く、軽く雪が降っていた。うわ、今のはテントウムシ。あちゃー、がっつり体液がついちゃってるよ。取りづらいんだよね、この汚れ。ひとまずウォッシャーかけよう。いよいよ無職になっちまった。次の職も見つかっていないし、この先不安になっちゃうね。ま、どうにかなるっしょ。気分転換に漫画でも読もう。だー、ユニットバスあるある。朝顔洗おう。ジンマシンがひどいので薬を飲むことにした。こんなので効くのかね。おお、すごい。熱もかゆみも収まった。ん、これって暴走するとあざが出るタイプのキャラみたいじゃね。大事なことなので何度でも言います。太る人の特徴は間食が多い。これはマジです。運動不足やストレス、これも太る要因です。しかし肥満で悩む、そんなあなたにこの言葉を届けたい。知りたい。一体どんな言葉なんだ。マサルさんのおかげで痩せられそうです。何度でもって言ってたけど一度しか言ってなくない。届けたい言葉って何なんですか。届けたい言葉はプロフの最後を読んでね。再逮捕。警察に捕まる夢を見た。俺何か悪いことしたっけ。あー、なんだ夢か。寝覚め悪。二度でしよ。なんで。新築の建築現場にはたまに珍しいものが落ちている。それは昔のジュースやコーヒーの空き缶である。こうした空き缶はもともと解体前の建物にあったものなのだが、解体後未回収のまま現場に残っていることがあるのだ。ちなみに古い家の床下でも見かけることがあるので、昔のズボラな職人さんが捨てたものかもしれない。
最悪の有給。有給取ったから平日でもゆっくりできるね。くそか。もしもし、マシラです。え、コンセントの位置が図面と違う。ちょっと待ってください、監督に確認します。こんなん仕事してんのと変わんねえじゃん。じゃあ君は出来損ないだな。取引先で打ち合わせをしていた時のこと。へえ、君のお兄さん明治大卒で弁護士なんだ。じゃあ君は出来損ないだな。いや、出来損ないなりに頑張らせてもらってます。ははは、そうだぞ、頑張りたまえ。のぶた、つまんねえ冗談言いやがって。合わせてやっているこっちの身にもなるよな。内心ブチギレである。何時だと思ってんだ、あのバイク。しばっ。これで安心して熟睡できる。花粉シーズン到来。マスクなしで平気なの？ええ、まあ自分花粉症になったことないもんで、今俺に何かしたかって感じです。花粉耐性か、羨ましい。自己肯定感が低い自分にとって数少ない自信を持てる部分です。でもキャパ超えたら発症するんじゃなかった？焼肉屋行ったからファブローね。うわ、なんだこれ、ダマになって出てきちゃったよ。ん？さっきからすれ違う人が機嫌そうに見てくるな。初めてハンズフリーマイクで通話した時のこと。あ、お疲れ様です。なんだ、さっきからすれ違う人が機嫌そうに見てくるな。あ、そうか、ハンズフリーの通話は旗から見たら独り言、通話しているように見せたいんなら。こう気分はさながらビッグボス。道路にカマキリがいる。危ないから草むらに移動してあげよう。